ヒーロー自体がコミュニケーションのお湯で、人やお金がこう集まってくるというお湯なので、そういう生活を好まれる方にはすごく合っているかと思います。はい、っていうの入ってきてあんまり出てかないんですね。そうですね、割と頼むからビンクね、はい、ビンクしようと思いましたね、今ね、マサイクはね、はい、はい、黒は、はい、もう安定をしている方であれば、黒は安定色というか動かない、だいぶ今収入が高い方は黒、はい、黒ね、落ちないようにね、はい、で低い方はピンク、そうですね、はい、はい、黄色とゴールドもその方に合っていらっしゃれば、派手に華やかでありたい、こう使って入ってきてほしいという方であれば黄色とかゴールドは、世の中の経済が回るっていうのはそういうふうに ね、止めておくと回らないですから、そうですね、黄色もいいかもしれないですね、そうですね、循環でね、行くないと目が動かないですもんね、はい、そうですね、貴重なお話を聞かせていただきました、どうもありがとうございます、ありがとうございました、女性だとちょっとやりにくい、本当にね、はい、癒されますよね、皆さんね、はい、綺麗な歌声でね、なんか歩き方から凛として違いますよね、はい、見習わなくちゃないですね、頑張りましょう、そうですね、で、ちなみになんですけれども、はい、星野まなみさんに、はい、中ひとみさんは先日とあるラジオ番組で原田美さんの番組に出させていただいて、はい、占っていただきました。そうしましたらどういうふうに答えられましたか。そしたらですね、はい、22年から2024年から2024年まで幸運な時期に入るので、はい、そこまで頑張りましょう、ね、頑張りましょうということで、さあ、そこまで僕は生きてるか分かりませんけど頑張ってください。はい、では続いての歌でございますが、はい、こちらですね、はい、はい、人よ人よに人見頃です。人よ人よに人見頃、はい、つい最近ひとみちゃんが出しましたサード CD ですね、はい、カップリングになっております。人よ人よに人見頃、これはどこかで聞いたことがあるような、流暢に数学のねお勉強でよく、はい、数学、皆さん数学得意です、得意な方、得意な方、あ、やっぱり違いますね。やっぱり違いますね。江南大学、はい、優秀な方でございます。ひとみちゃんは数学はどうですか。まあまあです。まあまあ、はい。数学でね、ひとみちゃんが今ハマっております、はい、謎かけやってみたいと思いますけれども、はいはい、さあ、数学がお題です。数学とかけて何て解きますか。はい。なんか本職さんが前にいらっしゃるので、今睨んでます、ね。どんなことを言うんだろうなみたいな感じでね。はい。じゃあ数学と。はい、出まして、はい、はい、行列のできるラーメン屋さんと解きます。違う違う、お違う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 人気ラーメン店と解きます、はい、人気ラーメン店と解きます。はい、その心は、はい、行列行列ができる、はい、あの僕ちょっといいですか。はい、お願いします。すみません、はい、この真中さんの後に出させていただきます。えなか様の、後に出させていただきます。僕、葉月さんからお酒、頂戴しまして、何喋ってるかわからないんですけど、この後に、はい、講座を出させていただきます。滝川コインと申します。よろしくお願いします。今数学っていうのがパッと僕予想して、はい、してないので出たんで、はい、まあ本職として、ね、というハードルの上げ方はしないです。しない。ただバッと思いついたのが、はい、まあ、数学とかけまして、うん、はい、お酒と解きます。お酒と解きます。その心は、はい、どちらも割るのが大事です。おお、こういったねことを言って、すごいだの、なんかさすが本職はなんか違うだのって言われるんじゃなくて、僕は酒のノリで言ってるんです。お酒の打ち上げの場とかでこんな感じですので、皆様ね、何か賑やかしが必要な時は私をお呼びしていただければ幸いかなと思います。お邪魔しました、すいませんでした。はい、ありがとうございます。
この後 ね、たっぷり楽しめますのでね、はい、まあ、おひねりの方はね、ご用意していただければと思いますけど、黄色い財布がポンと。はい、ピンクの財布と。ピンクの財布と、ね、はい、お願いいたします。はい、お願いします。さあ、今が謎かけでございます、はい。ひとみちゃんが新しい令和の時代に流行らそうとしている、新しい話芸でございますけども、こちらは謎かけじゃなくて、謎かけぬ、はい。かけないんですね。かけないんですね。さあ、どんなものなんでしょう。はい、ちょっと例題をね、はい、出してみたいと思います、はい、お題は春休みでございます、はいはい、春休み、はい、はい、あ、はい、じゃあ散らかりました。普通は整いましたんですけど、はい、散らかっています、散らかりました、謎かけないですからね、はい、散らかりました、はいはい、春休みとかけまして、はい、かけないで、かけないで、春休みとかけないで、うん、はい、はい、チャーハンに塩と砂糖を間違えて作ったお料理と、うん、かけません。ときません。ときません。はい。ときません。はい。さあ、その心は何でしょう、ひとみちゃん。その心は、うん、みんないつも応援してるよ。元気でいようね。うん、です。散らかりました、ひとみんです。いいよ。かわいい。よかった、ゲームで優しい。これね、寄せてやると空き缶が飛んでくるそうです。よかったですね。今日じゃあ今ね、っ笑ってくれた方に、じゃあ、はい、じゃあまずラーメン差し上げてください。じゃあ、ラーメン差し上げてください。は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 い。札幌一番の。はい。はい。そして、札幌一番の。はい。はい。はい。美味しいやつ、札幌一番これで、ラーメン美味しいですね。ラーメン美味しいですね。ひとみのひとみごろは、歌詞の中に紅茶が出てまいります。そうなんですね。紅茶飲みたいですよね、夜はね。飲みたい方がいらっしゃいますか。あの、じゃあタイプの男性に差し上げます。誰が好きですか。はい、はい、あ、はい、どうか、どうも、女性の方、はい、あ、じゃあ、はい、まなみさん、はい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 、こんばんは、飲んでください。では皆さんね、数学の授業を思い出しながら聞いてください、はい、人よ人よに瞳ごろ聞いてください。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。この後は先ほど素晴らしい、ね、謎かけをしていただきました。長崎県佐世保が生んだジャパネットか滝川コインが生まれております。ちょっと講座を設定しますので、少しお待ちくださいませ。はい、誠にありがとうございます。私はお邪魔させていただいております、異分子でございますが、落語を本日やらせていただけるということで、こちらの座布団の上に座らせていただいております。ひとみんの自己紹介にちょっと被るかもしれませんけれども、私の名前が難しい漢字の滝、ピエール滝の滝ですね。今デリケートな問題ですので言えないところではございますけれども、難しい漢字の滝に流れる川、魚の鯉にひらがなのんと書きまして、滝川鯉んと申します。よろしくお願いします。いや、本日恋するブックカフェの方の収録にも お邪魔させていただきまして、その時からいろんなどうでもいいことをベラ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 喋らせていただいております。しかも本日お越しの皆様方にとても失礼な感じになるかもしれませんが、私は若干ほろ酔いでございます。葉月の姉さんからお酒をもらいました。話かもね、そりゃ占いをされてる方をもう物を落としますよね。やっぱ落語やってるだけに見事にオチがついたという。おさすが本職。これお酒飲んじゃっていいんですか？いや、もう葉月の姉さんは僕がここに会場入りしてからずっとお酒 を飲まされております。で、噺家というものはお酒を勧められたら断ることができないという因果な商売でございまして、なかなかねグビグビ飲んで、まあもう姉さんの目つきが怖い。じゃあ飲みます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 。一口でいいよ。飲み口がいいね。おお、ごちそうさまです。この後気をつけて。この後に何が恐ろしいかというと、落語を一席やらなきゃいけない。で、噺家という身分は本当にろくでもない商売でございまして、普通の仕事だったらお酒を飲んで仕事をすると、もうこの間ありましたね、飛行機の機長がお酒を飲んで運転をすると大問題になる。
その点、話し家はお酒を飲んで上がっても別段誰に怒られることもない。ただ師匠に怒られるとい うそういったところでございます。やっぱりね、話し家といっても違い方権ではございません、何でもかんでもやってもいいのかという、そんな気楽な商売でもございません。僕はまあ正直なところを言うと、落語家なんかなんなきゃよかったなということを思ってる立場でございます。それはちゃんと仕事をされている方、ちゃんと働いている方が偉いと僕は思ってるからです。これは本心からですね。話し家という職業は、はい、あってもなくてもいい商売、ないところで誰も困らない、これはもう真理でございまして、例えば町工場で、ネジを作られてる職人さんがおられたとします。そのネジ工場の社長さんの方が世の中に100倍役に立ってるんです。話し家という職業は世の中には何の役にも立たない。ただなぜそんな職業にじゃあついたのかと言いますと、先ほどあの恋するブックカフェでも言いましたけども、僕のおばあちゃんが落語大好きだったので、おばあちゃんに、その晴れ姿というかそういうのを、まあ、見せたいなというところから始めまして、で、僕のおばあちゃんが本当に落語が好きで、黒紋付きの羽織袴の姿を見せようと思ってちょっと始めたんですけれども、なかなかね、そのおととしにその紋付き羽織袴姿が叶ったんですけれども、そこにちょっとおばあちゃんが間に合わなかったところで、そこだけすごく後悔をしてまして、もうちょっと僕が早めにやっていたらおばあちゃんにもその晴れ姿を見せられたのにという後悔を持って今やっております。でこういう話をすると今しんみりしますし、後ろも騒がしいです。後ろ関係ないですけど。でも、まあ、こういったあの自分の、まあ、身の上話ですね、をすることによって、少しでも私がどういう人間かということを分かっていただきたいのと、あとあのこういう話をするとあの好感度が上がるかなという、そういう、やらしい気持ちもありますので、これからね一席お付き合い、いただきますけれども、こういったっ後ろで子供の笑い声が聞こえるとやっぱちょっと楽しくなってきますね。まあこういったまあことは抜きにして、一席、落語でございます。落語といってもそんなに堅苦しいことではございません。あ、私はね、難しい落語とか、そういった難しいものの言い方とかは苦手な方でございまして、まあ、気軽に楽しんでいただければいいなと思いますので、皆様どうか皆様どうか、生温かい目で、見ていただけたらいいなと思います。そして、本当に再度お謝り申し上げますのが、シラフじゃなくてすいませんということでございます。一席お付き合いお願いします。何やろうかな、どうしようかな。まあ、うん、パー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 言ってもしょうがありません。話というものは落語というも、あのちょっとすいません、後ろの方、後ろの方ちょっとすいません、あの